日々まゆののエブリデイまゆチャンネル。この度は CA を選んでくれてどうもありがとう。ご搭乗前にこの取扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承をください。お手洗いのことをラバという、黒髪ネイルがシンプル、人がいるところでは笑顔です。早食い大食いです。荷物が少ないお店や店員さんのサービスをチェック、ついでにラバーチェック。雲を見て揺れそうだなと思う、お揃いが多い。夜景を見ても感動しない、パッキングが早い、体調不良は異能、不職業隠しがち、何かメモを取りたいときついつい胸ポケットを探す。電車の中で膝裏に手荷物置いてる人いると、網棚に開けたくなります。スケジュール発表の日は毎回緊張する、5分と読むのではなく丸5分という、パリの奇跡のメダル。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。